日本で古来から使われてきた奇跡の液体調味料、それが水塩。先人たちの知恵が生み出した奇跡の水。もともとは海水を濃縮した塩分濃度 18% から 25% ぐらいの濃縮海水のこと。和食の世界でよく使われてきた。水塩には海水を蒸発させて塩にするときに分離してしまうにがりも含まれたまま液体になってる。だからナトリウム以外のマグネシウムとかカリウムとかっていうミネラルが豊富に含まれている状態。液体だからすぐに溶けてムラなく食材に混ざる。水で塩分濃度を薄めて肉を漬け込んだら、肉の中に水を閉じ込めてふっくらジューシーに焼き上がる。健康的かつ便利な水塩、使わない手はない。しかも今はネットで簡単に手に入れることができるしね。さてここで塩クイズ。グラスの縁に塩をつけるスタイルをなんて言う？